アロイス・フォン・アルコシテッペルク伯爵、ヘルマン・フォン・カウルバッハが、イレーネ・パラビジーニ公爵霊場、ヨーゼフ・カール・シュティーラーの美人画ギャラリーの人の、アロイス・ニコラウス・アンブロース・フォン・アルコシテッペルクは、ドイツ・バイエルン王国の大土地所有者、軍人、政治家、伯爵。バイエルン選定校、カール・テオドールの未亡人マリア・レオポルディーネは、 夫と1799年に死別してから5年後の1804年、ルートビヒホアルコ白爵と再婚した。この婚姻で生まれたのがアロイスと弟マクシミリアンの兄弟である。幼少期はシテッペルク城で家庭教師から教育を受けたが、後に両親に連れられミュンヘンへ移った。母は卓越した土地経営手腕を発揮して資産を増やし、 バイエルン最大の個人資産所有者となっていた。1825年、ビルヘルム中等教育学校でアビトゥア資格を取得した。バイエルン軍の陸軍中佐であり、オーバーバイエルンのシュテッペルク、タークマースハイム及びディッテンフェルトの領主だった。2回にわたり、バイエルン衆議院を務めた。1868年から1870年に、かけ、 関税議会のシュバーベンに苦戦出の議員を務めた。カトリック保守派のバイエル内国党の代表的存在だった。1830年公尺令状、イレーネ・パラビチーニと結婚したが、マニコは生まれなかった。60歳の時、愛人パウリーネ・オスバルトとの間に、一人娘のソフィーを設けた。最初の妻イレーネが死去して、半年後にパウリーネと再婚し、娘を、 着室師として、ホンアルコ・シュテッペルク伯爵の称号を名乗らせた。ソフィーは、シュテッペルクの所領を相続した。彼女は1890年フランス系移民の血を引く、エルンスト・フォンモイドソン伯爵に嫁いだ。シュテッペルク城は、現在に至るまで、夫婦の子孫モイケの所有となっている。マックス・リーチ、大マトリキルンデア・オバークリソンで、ミルヘルムズ・ジムネシアムズ・イン・ミュンヘン、バンドさん。 千七百四十四十一千八百二十九三十ベックミュンヘン千九百七十三 isbn 三から四零六一零八九九七 s 二百六十七ありがとうございます。